芝居のチャンス奪ってんの君たち大人だからね。初めの方から合わせたいとか、宇宙人間から自分は、はい、その、それより前で吹き替えのままいきますか。一回吹き替えのままだった。この作戦が反応で階段の上でやってるの2人、はい、そしたら、胃を塞いでダメだよ、はい、で、出る人がいる。
はい、ゆっくり方向転換して。探偵、はい、次も治ってなかったらもう降板して。お母様いいですか。アズが出るタイミングが多分遅かったっていうかクラッシュしちゃったんだよね。ちょっと回収、いいですか。回収ちょっとしたいです。はい、未来が出てくる前の手。はい、分かった。もうまだな、しめね、走ってて、いや、じゃあここで、じゃあここで回って、今こう行ってるのかな。そうそうそう、表現をやってほしい、はい、前に行くときに辛いけど20歩ぐらいかけて
これが基本ベースとしてあって、だから詰まってんなとか思ったら外れて上がって、ここには誰もいないから端は、はい、分かった、はい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 、とりあえず、本当かかる前の手が終わる瞬間に声ちゃんと出してね、はい、はい、はい、前の表現は絶対にやるよ、お願いします、はい、家でさ、恐ろしくやり込んでこないと、せめてイメトレだけは夢でうなされるぐらいやってこないと、こんだけの時間がかかるんだよ、小屋入りして装置ができて実際の距離感がまた狂って、合わせようか、出はけも危ないから、暗いからやろうか、ここで2時間かかってごらん、小屋入り後のみんなのリハーサルはほぼできない、この後名乗りが来るだろ、大立ち回りも何個もあるよ、何度も稽古も時短してこようと、効率よくやってこようって言ってるけど、一人一人の意思だから、俺はもう全体に葉っぱかけるしかできない、みんなの心の奥底を変えることはできないから、これから全てのシーン、自分が板の上に関わるシーンぐらいをせめていつだって繰り返れますか、いつだってやれますかという状態を作ってきてください、はい、はい、そこがあって初めてスタートだと思う、今表現に関してはほぼ追求できないじゃん、お約束しか言えてないじゃん、ここもっとこうして、もっと旬を守るためにこうでしょ、仲間が死んで焦った顔だからこうでしょ、もっとキョロキョロしてよ言えないじゃん、言いたいけどそのステップじゃないんで、やっぱそういう風に芝居、あそこ今段取りだったのが全部芝居になって全部がリアリティになったら、多分なおはさ自然と泣けんだよ、仲間が死んでさ、みんなが死んだのがやっぱ段取りで嘘で何の積み重ねもねえから感情が止まっちゃうわけだよ、本当に芝居はさ助け合いだから、人生もそうだと思うけどさ、誰かのために頑張れるのが生き物もさ、心を持つ生物の全てのさ尊さだと思うから、俺はね、それがあるから誰かを思って人が死ぬとか誰かを思って命を懸けるとか、そういうシーンでお客様は泣くわけだってね、そういうのを所詮綺麗事をやるからさ、この舞台の上だけあと1ヶ月半ぐらいはさ、この世で一番仲間のために駆け抜けて、そしてそれがお客様のためになるっていうさ人生を歩もうよ。ハマジとかね、学像とかのシーンってやっぱまこしくんいないから後回しになりがちなんだよね、こういうシーンがキュッとうまくいってさ、じゃあ今日流しでやろうぜって言ったらできたんだよ、できてダメ出しが言えたの、でもできなかったからさ残念ながら後回しだった、残念ながら優先順位の問題で、こんな和コードの芝居のチャンス奪ってるの君たち大人だからね、肝に銘じなよ、かっこ悪い背中見せて、かっこいい大人だろうよね、はい、はい、そうですね、やっぱ初っ端な縦の稽古を稽古というか最初の方にやった、それこそ最近ドキュメンタリーでやった部分の縦、同じ稽古をや稽古というかそのまま通してそのままなりでいくはずだったんですけど、そのお稽古が1時間半とかすごい長い時間かかっちゃって、イメージしてここはこうでって自分では思ってて、いつもよりか周りは見えてたとは思うんですけど、でもそれこそもう全体で合わせる立て付けだったから、そこの部分のすり合わせとかがやっぱり甘いのと、やっぱできてない人もいるっていうので、そのなんか呼びかけるとかでもできたのかな、すごい全国中に集まれないでもなんか
アプローチなんかできたなっていうのがありました。いいですかね、やっぱ休み明けだからこそかまさなきゃいけなかったのかなとも思うし、なんか私的にこうなんていうんですかね、こう秀樹さんが10分あげるよって言って、で30分から始まるってなった時に、やっぱちゃんと30分で成果を上げなきゃいけなかったなっていう部分があって、もっともっと解消できるところをもうちょっと続ければよかったなっていう私の反省点と、ちょっとあのもっとかましたかったなっていう、みんなのなんかこうもやもやとが相まった稽古だったんじゃないかなって思います。今日のゴールデンウィーク明けの稽古は、年を重ねるにつれて本当は技術が上がっていったりとかしなくちゃいけないなと思うので、なんか改めてこう停滞じゃなくて、なんかちょっとずつちょっとずつ技術を上の人また下の人から盗んで、なんかより尊敬される大人になんか役者になっていってほしいなっては思いますね。私もなりたいし、学生組はとにかくなんか元気に声を上げてがむしゃらにやってほしいなってすごい思います。でもなんかそれを率先してやってくれてるのが同学生チーム、子供たちなのかなって思うので、私たちはなんかそういう学生チームから絶対パワーをもらってるんで、そしたら私たちがそのもらったパワーで芝居で見せていくっていうのをやっていけたらいいのかなとは思います。学生チームありがとうね、いつもパワーもらってます、はい、やっぱそうですね、やっぱ私の中で圧倒的な舞台を作りたいんですよ。やっぱり今までこう、ジャスプロジェクトいろんな舞台やってきたんですけど、やっぱキャナルシティ劇場って本当に誰もが立てる舞台ではない舞台に立つので、本当に誰もが満足して誰もが泣いて感動して、で役者も本当にやってよかったって思える舞台にしていきたいなと思います。以上お願いします。はい、皆さんいつもドキュメンタリー見てくれてありがとうございます。もうみんなのおかげで、見てくれる人がいるおかげで私は頑張れてます。もっともっとみんなに熱いドラマをお届けできるように頑張りますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。うわー、やっちまうな、ここでその喋り方してて、うわー、皆さん、2週間後本番ということをお聞きいたしました。ですね、皆さんの本番の前に5月1日に3曲目です、2024のサファイナルをさせていただきます。よろしくお願いします。僕とリノちゃんも初回の福岡公演見に行ったんですけど、めっちゃ面白かったです、ね、それでですよね。あ、で初めて、そう、あ、そうそれでお会いしてめっちゃいい芝居してたんで、ちょっとうち出てくださいよっつって1回断られちゃいました。いや、お願い